うしたの？かなでこちゃんがそんな顔してるなんて珍しい。変なものでも食ったのか？違うよ。あ、そういえばお腹空いたかも。じゃなくて。空腹なだけですか。納得です。もうちょっとでご飯だから我慢しよね。だから私のお腹はどうでもよくて、ね、今更なんだけどさ。なになに？タクトと音羽って付き合ってんの？は？え？そうだったんですか？不潔です。歌見こともあろうものが特定の殿方とお付き合いなんて。殿方とはまた古風ね。落ち着いて。タクトさんと乙葉ちゃんだよ。ありえないって。引っかかる言われ方だが、確かにありえないな。そうだよ、だってタクトくんだよ。お前に言われるとより一層引っかかるな。タクトって乙葉といる時だけなんか感じが違うのに。付き合いが長いからだろ。もう何年いやいやこいつに付き合わされてるか。またそうやって意地悪なこと言う。付き合わされてるって、今付き合わされてるって言いましたよ。今のは違う意味の付き合うじゃないかな。お前が取り乱すのも珍しいな。すみません、みっともない姿を。ですが歌巫女としてはこれくらい強い拒絶反応は当たり前かと。はあ、歌巫女って男と付き合っちゃいけないのか？だからなんでいちいち大げさに反応するんだ？だってタクト君がそんなこと言うなんて。タクトでもこういう話に興味あるんだね。流れから察するに、興味があるのは私たちのうちの誰か。そうなんですか。違う、単純に疑問に思ったから聞いただけで。マネージャーという職にありながら何を考えているんですか。恥を知りなさい。タクトだったらいいかな。なんか面白そうだし。ダメだよ。ダメだよね、乙葉ちゃん。なんで私に聞くの？ダメっていうか、その…私も立候補しておいた方がいい流れ。話を聞いてくれ、頼むから。